いやいい天気でよかった。絶好の登山日和だね。なんでいきなり山登りなんだ。なんでってそりゃ最近 YouTube で山登りの動画を見たからだよ。抵抗ペンギン。山で遭難するとどうなるのか。ほら、山登りは男のロマンって言うしね。ま、わからなくもないな。自然の雄大さはいいものだ。それにしてもペンギンのリュックパンパンだね。なんかあれもこれも詰め込んだ初心者って感じ。ぷっぷー、形から入っちゃうんだ。お前も初心者だろうが。というか、お前は少し山、いや、自然を舐めすぎだ。なんだその薄っぺらいリュックは。スタイリッシュなデザインでしょ。デザインはどうでもいい。登山に必要なものを持ってきているのか。僕パンダだよ。ペンギンみたいに海の生物じゃないんだから山なんて怖くないよ。そういうことじゃない。しっかり調べてきてるかってことだ。調べる？登山に必要なものなんてお菓子とお弁当水筒くらいでしょ。何を言ってるんだ。山は天候も変わりやすいし、危険な場所や動物だってたくさんいるんだぞ。そうなんだ。でも大丈夫大丈夫、ちゃんと登山系 YouTuber の動画見てから来てるし、登山に関しては心配ないって。はあ、自然を舐めてるな。それより早く行こうよ。ペンギンのペースじゃ日が暮れちゃうよ。ま、来てしまったものはしょうがない。俺も山は嫌いじゃないしな。まだ着かないの？そうだな、あと1時間くらいはかかると思うぞ。あと1時間も登らなきゃいけないの？やだやだ。そうだ、近道しよう。近道？だって正規ルートだからこんなに時間がかかるんでしょ。だったら近道すればいいんだよ。なんで気づかなかったんだろう。おい、登山ルートを外れるのは危険だ。大丈夫だって。よし、こっちだ。ゴー。おい、早く来ないと置いてくよ。嫌な予感しかしない。数時間後。あれー、どこだここ。やっぱりこうなるか。でもあの道はここに繋がってるはずなんだよ。僕は間違ってない。現に迷ってるじゃないか。道もないし、これはもう遭難と言ってもいいだろう。早く何とかしないと。そんなわけないよ。登録者数100万人超えの登山 YouTuber の動画を全部見てきたんだよ。その僕が遭難するわけないない。ペンギンが勝手にそう思ってるだけだよ。認めたくない気持ちもわかるが、暗くなる前に対策を立てるぞ。こんなところで死ぬなんてごめんだ。だから遭難してないってさっきから言ってるでしょ。そもそも危ないって分かってたならどうせ止めてくれなかったのさ。遭難したって言うならそれはペンギンのせいじゃないか。いや、俺はちゃんと止めたぞ。それより今は助かる方法を。うるさいうるさい。そこまで遭難したって言うならもうペンギンとはここでお別れだね。もう勝手にしろ。ふん、言われなくてもそうするよ。一度休む。ふん、この辺りで休憩しよう。山で迷ったらまずは気持ちを落ち着かせることが大事だ。冷静な判断ができなくなったらそれこそ終わり。そのためには立ち止まって周囲を観察し、自分の現在地を把握しなければ。ダメだ、全然わからない。もうしばらく休憩したら登るか。むやみやたらに歩き回る。あー、おかしいな。全然登山ルートに戻らない。まあじっとしてても始まらないし、とにかく歩いて手がかりを探さないと。ダメだー、もう1時間を歩いてるのに何も見つからない。一方、その頃。このチョコバーなかなかうまいな。そもそもなんで山なんか登るんだよ。そこに山があるから。じゃあ眺めてればいいじゃないか。山登りなんて疲れるだけだし、何の意味もないよこんなの。ふう、温かいお茶は落ち着くな。バキャー。あれは尾根に上がる。疲れているが、明るいうちに高いところに出てしまわないと。よし、これで現在地が確認しやすくなったぞ。お、沢だ。もしかしてこれを下れば下山できるんじゃ。沢か。一見下ると良さそうに見えるが、遭難した際に沢を下るのは一番やってはいけない行為だ。ここはスルーして尾根を登っていこう。やったー、僕はついてるぞ。早速行ってみよう。おお、やったぞ。正規の登山ルートだ。これで下山ができるぞ。沢を下る。山の川って海に繋がってるんだよね。なんだ、この沢を下れば下山できるじゃないか。沢の周辺は藪も少ないし、道も荒れてないからサクサク進めるぞ。
よし、あとはルートに沿って下山するだけだ。でも、もう夕方の4時か。そんな…もう、せっかくここまで来たのに、これじゃあ下山できないじゃないか。下山の途中で日が暮れたら、暗い中進むのは危険だ。天滑落なんてしたら謝礼にならない。この場合、取るべき行動は…たくさん歩いてもう足もパンパンだってのに、とんだ無駄足だよ。むきゃー。宿泊に備える。さて、場所はこの辺りでいいだろう。夜に下山するくらいなら山で一晩過ごした方が安全だからな。寒い。滝壺に落ちたせいで全身びしょ濡れだよ。暗くなる前にいい場所が見つかってよかった。沢沿いは増水が怖いし、斜面や崖のそばは落石の可能性があるしな。平坦な場所が見つかって運は良かった。いつの間にか日が暮れちゃってる。暗いよ。よし、これで一晩雨風をしのげるな。寒い。レインウェアって防寒にも使えるんだな。暖かい。お腹すいたよ。とりあえずどこが休める場所を探そう。このフリーズドライ炊き込み五目うまいな。やった、ほら穴だ。これで寒さをしのげるぞ。突入。救助を呼ぶ。あ、キノコ見っけ。おいしい。お、クマ吉、木の実を取ってきてくれたのか。助かる。お前に頭をかじられた時にはもう終わりかと思ったけど、同じクマだって分かってくれて本当に助かったよ。そうだよね、クマじゃなくて友達だよね。決めた、僕はこのままここでクマ吉と生きよう。この音はヘリコプターだー。おーい、ここだよ、助けてー。クマ吉、今まで助かったよ。またね。気が向いたらまた会いに来るからね。やった、助かったぞ。あれ、安心したらなんか気が遠くなって保険。あれ、ここは病院だ。ペンギン、無事だったんだね。いやー、てっきり死んじゃったかと思ってたよ。やっぱこいつのために救助ヘリを依頼したのは間違いだったかもな。いやー、でもペンギンの言う通り山と自然を舐めちゃいけないね。なんだ、随分素直じゃないか。熊吉に自然の厳しさを教えてもらったからね。謎の友情が生まれている。ま、しんみりしているところに水を差すとも悪いが、一応渡しておかないといけないからな。何これ、請求書って120万。何のお金だよこれ。救助ヘリが来ただろ。民間の救助ヘリの値段は1分1万。今回パンダの捜索に2時間かかったから120万ってことだな。そんな、こんなお金を払うくらいなら僕山で熊吉と暮らすよ。じゃ、バイバイ。わざわざ遭難しに行くな。上司が某企画で宇宙船を作ったんだって。それに乗って惑星探索とかしたら楽しそうだね。惑星探索については同意するが、上司が作った宇宙船には絶対乗りたくないな。お前らいいところに、今すぐ某企画で開発した宇宙船の試運転をしてこい。来た。次回、太陽に近づくとどうなるのか。宇宙のものを持ち帰って売れば一儲けできる。そっちが目的か。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。